本作ではマジンガー Z が CG にて描かれておりますが、はい、CG で描く上で難しかったこと、苦労されたこと、CG ならではの表現ができたことなどございましたら、お教え願いますでしょうか。全部苦労しましたね。そうですね。なんかこだわりありましたか。昔 の, あのテレビでやっていたアクションを再現するために、うん、頑張りましたね。そうですね、あの今の技術ではなかなかそういうのはかえって難しいことにはなるんですが、 そうですね、それはあえてチャレンジして作りました。やっぱりマジンガー Z らしいアクションにしたっていうことですね、はいはい、じゃあすいません、清水監督にぜひお伺いしたいんですけれども、今回音楽も一つのポイントになっているかと思うんですけれども、音楽のこだわりポイントがあったら教えていただけますか。うん、これかな。音楽を担当された方は、オリジナルの、テレビシリーズ、テレビシリーズの、方の系譜で、系譜を踏んで踏んだ方をにお願いしているということですよね。なんてまとめる。非常に清水監督が音楽はイメージが膨らんでいて、金丸プロデューサーがとても苦労されたっていう話を。これが苦労したんだよね。ん？なんでもない、なんでもない。そうですね。なんだろうね、俊之先生とやっぱり新しいんだけど当時をちゃんと思い出せる音楽にしたかったって言えばいいのか。うんうん、当時を感じる。テレビシリーズを感じる音楽にしたかった、うん、全く違うものにはしたくなかったってことね、そうですよね、うん、やっぱ当時を感じる音楽っていうと、まあ中明先生が作られている劇版があって、うん、まあその上でそれをじゃあどうアレンジしていくかって話ですもんね、うん、それはやっぱり俊之先生じゃないとできなかったんですか、ね、そうでしょうね、うん、ちょっと他の方では難しいかなというところがありましたね。お二方にとってマジンガー Z とは。難しいですね。とはってこれ求められても、僕から先に言っちゃっていいですか。うん、清水さん、マジンガー Z とはもう僕の6年間ですね。清水監督は、そうですね、まあ、子供の頃からずっと見ていた作品なので、まあ、この作品に関わることができて本当に嬉しく思っております、はい、監督の45年間でしたね。そうですね、監督の45年ですね。本作をご覧いただくことで、観客の皆様に何を感じ取ってほしいでしょうか。これはあれですね、やっぱりマジンガー Z が古くない、うん、ね、そう、今見返しても全然遜色のないものだという。そうですね、今見ても新しいところもあるし、今見てもやっぱりワクワクする、うん、まあ、当時 の, 気もあのファンの方もそうですけど、やっぱ気持ち的に新しくものが見れるっていうのはすごいいいですよね、うん、しかもそれが映画になって復活するっていうのはあんまりない体験かもしれないです。そうですね。何かこう今回込められたメッセージみたいなものって、まあ、全部言っちゃうとあれなんですけど、大きな部分であったりしますか。まあ、監督ストーリーのメッセージ、いや、監督的なメッセージでもいいんじゃない。なんだろう、マジンガー Z は死んでいませんということか。そうそうそう、うん、というよう、いや、いいと思います、うん、今のすごい良かった、うん、マジンガー Z は古いコンテンツではありますけれども、決して死んでいないと。これからもいくらでも発展するべきものだと思っております、うん、最後に海外のファンの皆様に向けて一言ずつお願いいたします。はい、じゃあ僕の方から、はい、海外のファンの皆さん、ようやくマジンガー Z の新しい映画ができました。皆さんにお届けできることをすごく光栄に思います。最初から最後まで、
楽しんでください。はい、同じようなことなんだけど、そうですね、まあ、うん、まあ誰が見ても楽しめるような作品に仕上げたつもりです。皆さん楽しんでご覧になってください。ありがとうございました。ありがとうございました。